警視庁によりますと、八王子市に住むフィリピン国籍のタテベ・スーザン・タンハール容疑者ら2人は、今月9日、フィリピンから送られたシャンプーボトルの中にコカインが隠されていると知りながら受け取った疑いが持たれています。また、荷物の受け取り先の住所を提供していたアルコベンダス・レシアン・オルドネス容疑者も、別のコカイン密輸に関わったとして逮捕されました。3人は密売グループの一員とみられ、調べに対し、いずれも容疑を否認しているということです。関わっているとみて捜査しています。調べに対し、いずれも容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、いずれもフィリピン国籍で、都内に住むアルコベンダス・レシアン・オルドネス容疑者ら女3人です。警視庁によりますと、3人は先月、シャンプーの容器2本に液体にしたコカイン合わせて1キロ余り、末端の密売価格でおよそ2000万円相当を隠して成田空港から密輸したなどとして、麻薬取締法違反などの疑いが持たれています。シャンプーの容器はお菓子と一緒に段ボール箱に詰められていましたが、税関の検査で見つかり、送り先の住所から容疑者が特定されたということです。調べに対し、いずれも容疑を否認しているということですが、3人のうちの1人は、別外国人から荷物の受け取りを頼まれ、50万円をもらったなどと供述しているということです。警視庁は、国際的な薬物の密売グループが関わっているとみて捜査しています。